こんにちは、お元気ですか？管理栄養士のなるおです。今日もあなたと家族の方が喜ぶお話ししていきたいと思います。今日はですね、油のお話ししていきたいと思っています。はい、まあ油、体に悪い油っていうとね、トランス脂肪酸っていうものが思い浮かぶんじゃないかなと思うんですが、今日はですね、このトランス脂肪酸以上に気をつけないといけない油のお話になります。まあ、食卓のね、中でこう油を使う機会って多いと思いますので、ぜひね、今回の内容を見ていただいて、体を喜ぶ度アップさせていきましょう。はい、ということで、スタートしていきたいんですが、このね、ヒドロキシノネナールっていうややこしい名前のものがあって、これがね、良くないよっていう話なんですよ。でもあんまりね、このヒドロキシノネナールって、まあ栄養学とかをね、すごい勉強されてる方だったら別ですけど、あんまりね、耳にしたことないんじゃないかなと思うんですね。で、これ何かっていうと、いわゆる酸化した油の中に含まれている成分なんです。で、油の酸化っていうのは実は2段階行われまして、不飽和脂肪酸っていうこの、まあ、二重結合をね、持っている油が酸化されて、過酸化物と。これがまあ一次酸化物、酸化一次生成物ですね。一次的な酸化と。で、そこからさらにこれが分解されていくと、酸化二次生成物っていう、この2段階ね、経て酸化が油っていうの進んでいくんですね。で、このヒドロキシノネナールっていうのは、これ。この2段階酸化が進んだ分解物。酸化二次生成物の中の代表的なものが、このヒドロキシノネナールというものになります。で、これがね、様々な問題を引き起こしていくってことなんですね。で、ここでですね、この酸化という話が出てきましたが、油が酸化する要因というのはいくつかありまして、まずは光によって酸化する。だから油はね、あんまり火の当たるところに置かない方がいいってことですね。あとは酸素と触れると酸化する。だから開封したらなるべく早く使い切った方がいいよってことですね。で、あと熱が加わると、まあ、酸化が進むということなんですが、このね、2段階目の酸化、分解物、酸化二次生成物が生まれる時のきっかけっていうのはこの熱なんです。熱を加えることによって、このヒドロキシノネナールをはじめとした酸化二次生成物ができてくるっていうことなんですね。ですので、揚げ物、そう、ここに書きました。この揚げ物ね、揚げ物っていうのは油をね、高温で、しかもまあ長時間ですね、割と熱し続けますよね。この時にね、このヒドロキシノネナールが生まれてくるってことなんです。で、これはもうどの油を使っていても同じでして、この不飽和脂肪酸、まあ、いわゆる植物油ですね。だからそれが、まあ、オリーブオイルであろうが、なんでしょうね、まあ、サラダ油であろうがですね、まあ、いろんなそのこれがいい、あれがいいとかっていう話がありますが、この植物性油はね、不飽和脂肪酸になりますので、まあ、すべからくですね、この熱を加えて、まあ、揚げ物を長時間、加熱することによって、この分解物ヒドロキシノネナールが出てくるということになります。で、一方ですね、酸化をしてというか、この熱を加えても酸化しづらい油っていうのがありまして、それがですね、飽和脂肪酸なんですね。この不飽和脂肪酸っていうのは二重結合があるから酸化しやすくなってしまうんですが、飽和脂肪酸っていうのはもともと二重結合を持っていませんので、この飽和脂肪酸がメインの油、具体的に言うとココナッツオイル、あとラードとかですね、こういったもので揚げ物をしても酸化二次生成物はほとんど生まれることはないということなんです。ですので、まあ、とんかつ屋さんとかね、本当にこだわっているところは、植物油ではなくてね、ラードで揚げてますよってとこあるんですよ。すごく美味しいんですけど、油の旨味があってね、やっぱそういうところの方が、この二次生成物の心配も少ないですので、まあ、できたらね、そういうとんかつとか食べるときは、ラードで揚げてますよみたいなお店をね、探すといいんじゃないかなと思います。はい。そして、このヒドロキシノネナールの毒性、見ていきましょう。こちらなんですけども、まあ、さっきね、この油っていうのは2段階によって酸化されますっていう話なんですけど、この過酸化物とこの分解物ね、どちらの方が毒性が強いかっていうと、これも圧倒的にこの分解物の方になります。この過酸化物もですね、過酸化脂質も、まあ、体にね、良くないっていう作用はあるんですけど、ただ体に吸収される前にですね、ほとんどこう毒性のない状態に変換されて吸収されていくんですね。ただこの酸化二次生成物に関しては、まあ、そうではないということですので、特にこのやっぱ揚げ物とかね、熱によって酸化した油、これがね、良くないということになります。
そしてこれは2018年の研究発表によるとですね、このヒドロキシノレナールというのはトランス脂肪酸よりはるかに毒性が強く、はるかに幅広い毒性効果を発揮する能力を持っているというふうにも報告されています。はい、まあなんか効果とね、いい効果があるんかなっていうふうに思うかもしれませんが、まあそうではなくて、要はトランス脂肪酸よりもはるかにこう毒性が強いね、トランス脂肪酸ももう良くない油だって言われ続けてますけども、実はですね、それ以上にこの加熱によって酸化した油というのは体に対する毒性が強いということなんです。具体的にはどんなね影響が言われているかというと、この動脈硬化、あと炎症性関節疾患とかですね、消化管の障害、そして発がん、あと再帰形成というですね、こういったね大きな、まあ、健康への影響をね及ぼすんじゃないかということが指摘されているんです。さらに今ねよく言われているのがこの神経毒というものでして、いわゆるこう脳ですね、こういった神経に影響を与えるということで、アルツハイマー病、これは2022年の発表ですが、このヒドロキシノネナールはですね、脳を正常に機能させるためのあらゆる主要なタンパク質を収縮し、神経疾患の発症に大きく関与しているという報告もされています。ですので、まあ、年配の方でね、このアルツハイマー病のリスクがこれから高まっていくっていう時期の方もそうですし、あとやっぱお子さんですよね。これからこう脳がどんどん発達していく、脳神経が発達していくっていう時期に、そのね、神経毒となるような、このヒドロキシノレナール、やっぱりこれね、ぜひ注意していただきたいなというところです。さあ、では、対策見ていきましょう。どうしたらいいのってことなんですけど、まずですね、この揚げ物ですね、やはり長時間この油を加熱し続けるというですね、これが良くないということで、あの揚げ物の油っていうのは結構何回かね、こう1回だけじゃなくて2回3回とか再利用される方も多いと思うんですけど、あれはですね、やめた方がいいです。やっぱり1回揚げ物に使った油、それがまたね、こう放置されることによって、その放置している間にも酸化進みますし、さらにそこに熱が加わると、またこれ分解物ができていくっていう形で、もう加速度的にね、どんどんヒドロキシノレナール増えていきますので、まあちょっとね、もったいないなっていう、あの気持ちもあると思うんですけど、ご家庭で揚げ物される際はね、もう1回で、すっぱり捨ててしまう、入れ替えてしまうということがね、大事なのかなと思います。まあそれちょっともったいないわっていうね、あのでももうそういうものなんですよね、揚げ物っていうのは。そもそも油っていうのはですね、まあいろんなものから絞られますけども、じゃあその大さじ1杯の油を絞るためにどれだけのね原料が必要なのかってことなんですよ。つまり油っていうのはめちゃめちゃ贅沢なものなんですよね。それでしかも揚げ物をするなんていうのは本当にコストのかかる食べ物なんです。だからそれぐらいの頻度でやった方がいいんです。そもそも頻繁にね、揚げ物を食べることはあまり良くないんですよね。だから、そのもう一回揚げ物使って捨てる、もうそれでも惜しくないぐらいの頻度でね、ぜひ揚げ物を食べていただけると、それもね、体喜びにつながるんじゃないかなと思います。あとは揚げ物に使う油としては米油おすすめです。米油の中にはいろんな抗酸化成分が入っていますので、この酸化をね、防止してくれますので、米油すごくおすすめです。はい。あとですね、外食、これが難しいんですよ。外食の油ってね、あの多分飲食店でね働かれた経験のある方、あの分かると思うんですけど、僕も学生時代ですね、お弁当屋さんでアルバイトしてまして、まあいろんな揚げ物を揚げていたんですけど、めちゃめちゃ酸化してるんですよね。まあ、もちろん定期的に交換はしてますけど、とはいえその交換前の油ってもうほとんど真っ黒、ここで揚げんのっていうぐらい、これめちゃめちゃ酸化してるやんって、もうヒドロキシノレナールだらけやんみたいな油をやっぱね使ってるところもあるんですよね。でやっぱそこまで外食はわからないので、まあ本当にねちゃんとこう、まあ高級店というか、あのしっかりそれなりのお値段取れるようなところは、あの本当油の質にもねこだわってるかと思うんですけど、やっぱりファーストフードとかね、まあ本当にこうワンコインで食べられるみたいなところになると、あんまりいい油使ってるとは思えないので、まあ、そもそもそういうところでは揚げ物以外のメニュー、なんかこう蒸したものとかね、煮たものとかね、ありますよね。まあ、そういうメニューを選ぶってことは、大事なんじゃないかなと思います。あの外食でね揚げ物を食べて、なんかムカムカするなとかね、胸焼けがするな、それはこの酸化二次性生物が含まれているサインです。この酸化二次性生物を取るとね、ムカムカしたりね、あの気持ち悪くなったりするんですね。だからそうなったら、あ、これは油酸化してたんじゃないかな、あのお店あんまり良くないかもな、いう基準にもしていただけるんじゃないかなと思います。はい。
あとですね、最後にちょっとした裏技なんですけど、あのサプリメントでね、キューピーさんが出してるサプリなんですが、よいときワンっていうねサプリメントがあるんですよ。これはね、もともとは、そのお酒を飲む方向けのサプリメントなんですね。お酒がこう、アルコールが分解されていった時に、まあ、アセトアルデヒドっていう物質ができて、そのアルデヒドを、が溜まっていくと二日酔いとかね、原因になってしまうんですけど、そのアルデヒドを分解する酵素が入ったサプリメント、これがよいときワンなんですね。なんですが、このアルデヒドって実はね、このヒドロキシノレナール、この分解物もアルデヒドなんですよ。だからここもね、実は分解してくれるという効果が期待できますので、まあ、だからといってね、これ飲んでればどんだけ揚げ物食べていいかって、まあ、そういう使い方はしてほしくないんだけども、僕なんかもね、外食で揚げ物食べるときは、これをカバンに忍ばせています。で、これを飲むようにしています。そうすると、ある程度はこのヒドロキシノレナールのね、影響を軽減できるかなと思いますので、まあ、そういったこう、安心材料としてね、こういうものを活用されてもいいかもしれません。それではここで少し告知をご覧ください。登録者1万人突破しました。管理栄養士マロの公式 LINE が配信中です。ここでしか聞けない体喜ぶ話をマガジン動画で配信しております。友達追加しますと合計10個の特典プレゼントをしておりますので、まだの方はぜひ今すぐ友達追加してみてください。それでは最後にコメント紹介のコーナー参りましょう。以前アップしました WHO がガイドラインで人工甘味料の毒性を指摘したという動画ですね。たくさんコメントいただきました。まずは一番いいねを集めた体で喜ぶでしょうが、こちらのコメントです。後ろ髪が気になってということで、あれですよね、ここが跳ねてたんですよね。まあ、跳ねてたっていうかね、もう僕こういうヘアスタイルっていうね、何の言い訳をしてるんだって話なんですけども、そうなんですよ。こうホワイトボードできてからね、こう横向くようになってね、この辺が今までちょっと抜かってたな、注意が行き届いてなかったなと思ったんですけども、今日は大丈夫そうですかね。もうほんとね、視聴者の皆さん厳しいですんでね、しっかりこう身だしなみも整えていこうかなと思いました。ありがとうございます。さあ、そして僕が一番気になったコメントがこちらです。人工甘味料は丸尾さんが昔から指摘していたことですね。WHO はようやく追いつきましたね、と。はい、いただきました。ありがとうございます。いや、もう本当にね、多分長くね、見て、暮らせてる方かなと思うんですが、まあ僕、人工甘味料に関してはもう、本当に何年も前からね、結構 YouTube を始めた、すぐぐらいからね、警鐘を鳴らしていたんですが、まあ、ようやくね、こう、世界的な動きとして、あれ人工甘味料良くないんじゃないのっていうね、ようやくここまで来たかという感じですね。もう本当に僕からすると、まあ、糖尿病ね、お持ちの方とか、まあ、お体の事情でね、砂糖が取れない、まあ、そういう方にとっては、人工甘味料必要なのかもしれませんが、少なくとも一般的なスーパーとかコンビニとかでね、置く食品に使うものではないんじゃないの、だったら砂糖の方がいいんじゃないのというふうに僕は思っていますので、まあ、これからね、どういう動きになっていくか、非常に注目しているところです。はい、ということで、今回油のお話でした。いかがですかね。これ視聴者の皆さんは揚げ物とかってどれぐらいの頻度で、食べられますでしょうか。ぜひねコメント欄で教えてください。僕はね、まあ、結構好きなんですよね。とんかつとかね、唐揚げとかね、美味しくて好きなんですけども、まあ、でもなるべく取りすぎないようにっていうのを心がけてますけどもね。はい、ぜひあなたの意見もお寄せいただけたらと思います。はい、ということで今回は以上でございます。少しでも参考になったよという方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。